南北戦争中の北軍第1人軍団は、ポトマック軍に属した軍団で、主に東部戦線で戦い、後にテネシーに派遣された。1860年、この時編成された第5軍団が、後に第12軍団と名称変更された。軍団長は、ナサニエル・バンクス少将で、アルフェウス・ウィリアムズとジェームズ・シールズが師団長を務めた。その後、軍団は、 ポトマック軍から離れて、シェナンド渓谷で活動した。6月26日、エイブラハムリンカーン大統領の命令により、軍団はバージニア軍第2軍団と解消された。その後再びポトマック軍の所属に戻ったため、9月12日の一般命令129号で軍団名は第12軍団とされ、ジョセフ・マンスフィールドが軍団長を務めた。通常、 軍団は3個師団で構成されていたが、第12軍団は2個師団編成と小さかった。しかし、イ下の部隊は盛況であり、第2マサチューセッツ連隊、第7オハイオ連隊、第5コネチカット連隊、第13ニュージャージー連隊、第107ニューヨーク連隊、第28ペンシルベニア連隊、第46ペンシルベニア連隊、第3ウィスコンシン連隊、 等の有名な連隊が所属していた。南軍ストーンウォール、ジャクソンのバレー方面作戦に対して、軍団は激しい戦闘を経験した。シールズの師団は第1次カーンズタウンの戦いで、ジャクソンに勝利を収め、また、ウィリアムズの師団は5月25日の第1次、ウィンチェスターの戦いにおいて、数に上回る敵に前線したものの、バンクスは軍団を撤退させた。 8月9日のシーダーさんの戦いでは、ほぼ第12軍団のみで戦い、数で上回る南軍に敗北はしたものの、南北戦争の歴史に残る戦いぶりを見せている。師団長は、ウィリアムズとクリストファー・オーガーであり、戦闘に参加した6000人に対して、戦死302人、戦勝戦3 0 2人、行方不明594人の合計2216人の損害を出した。 中でも、サミュエル・クローフォードの旅団は、1679人中867人という大損害を受けた。第二次ブルランの戦いでは、軍団は予備に回った。第二次ブルランの戦いの後、軍団はポトマック軍に復帰し、第十二軍団と名称を変えて、メリーランド方面作戦に参加した。軍団長には、古参のマンスフィールドが就任した。 師団及び旅団編成はシダーさんの戦いの際と同じであったが、オーガーに代わって、ジョージ・エス・グリーン准将が第二師団長となった。損害を補填するために、北部の州からの5個志団兵連隊が追加されたが、うち3個連隊はペンシルベニアで集められた兵で構成されており、任期は9ヶ月に過ぎなかった。第12軍団の規模は、 非戦闘員も含んで12,300人となった。霊下には22個不評連隊、3個野放中隊から構成されていたが、軍の中では最小の軍団であった。9月14日のサウスさんの戦いでは、第2軍団とともに中央で予備とされた。山毒で始まった戦いが見える位置まで後軍はした。ものの、戦闘には参加しなかった。アンティタムの戦いでは、 9月17日の早朝から戦闘を開始し、ダンカー協会の付近まで前進したが、密集体系で前進したため大損害を受けた。マンスフィールドも狙撃され瀕死の重傷を負い、ウィリアムズが軍団の指揮を引き継いだ。軍団の損害は、戦闘に参加した約8000人に対し、戦死275人、戦勝戦3 8 6人、行方不明85人、 合計1746人であった。マンスフィールド死亡後の軍団長には、第6軍団長であったヘンリー・ w スローカム、少将が就任した。スローカムは、半島方面作戦とクランプトン・ギャップの戦いで、輝かしい戦績を挙げていた。第12軍団は12月まで、ハーパーズ・フェリー近郊に泊まり、その後バージニアに戻り、スタフォード・コートハウスで投影に入った。 チャンセラーズビルの戦いでは、第11軍団と第12軍団が大打撃を受けた。しかし、大敗北の混乱の中、第12軍団所属の連隊は前線を突破されることなく、軍機も失うこともなかった。チャンセラーハウスでの接近戦に参加した、砲兵隊も、一門の方も失うことなしに撤退に、成功した。この作戦において、第12軍団は、 最初にラピダン川を渡り、撤退時には最後にラパハノック川を溶かした。作戦時の軍団の兵力は、30個不評連隊、5個野砲中隊で、実人員19929人であった。チャンセラーズビルでの損害は、戦死260人、戦勝1436人、行方不明1119人の合計2814人であった。師団長は、 ウィリアムズとジョン・ギアリーであった。トーマス・ラガー淳将とチャールズ・キャンディ大佐の旅団が最も被害を受けた。ゲティスバーグの戦いでは第十二軍団はカルプスヒルの勇敢な防衛戦で有名となった。スローカムはゲティスバーグでは右翼の司令官を務めたため代わってウィリアムズが軍団長となった。第一師団の師団長は第三旅団長のルガーが務めた。 第2師団長はギアリーであった。7月2日の午後、ポトマック軍司令官のジョージ・ミードは、第12軍団にカルプスヒルを離れて、リトルラウンドトップ近くの北軍再左翼を補強するように命令した。スローカムは、その重要性に鑑み、ミードを説得して、ギアリー師団のジョージ・エス・グリーンの旅団をカルプスヒルに残させた。一個旅団で防衛するには、 カルプスヒルの前線は長く、したがって防御ラインの厚みはなくまた他の部隊からの支援は期待できなかった。民間のエンジニアであったグリーンは効果的な野戦防御線を構築した。カルプスヒルは南軍エドワード・ジョンソン師団の攻撃を受けたが、グリーン旅団はこれを撃退するのに成功した。グリーンは部下たちに丘を死守するように命じたが、ジョンソンのいくつかの部隊は抵抗を受けることなく、 第12軍団が気づいていた空になった強壁に達した。夜になって、第12軍団の兵士たちが戻ってくると、南軍を排除するための絶望的な戦闘が発生した。長時間にわたる激しい戦闘の後、第12軍団は強壁の再ダッシュに成功した。第12軍団の前には、何軍兵士の死体が積み重なっていた。 ジョンソン師団は22個連隊から構成されていたが、戦死229人、戦勝1269人、行方不明375人の合計1873人の損害を出した。ジョンソン師団の支援のために派遣された、ウィリアム・スミス、ジュニアス・ダニエル及びエドワード・オニールの3個、旅団、14個連隊が受けた損害も、これに加えなければならない。他方、 第十二軍団が受けた損害は、戦死204人、戦勝810人、行方不明67人の合計1081人であった。ゲティスバーグ方面作戦の終了後、ポトマック軍はロバート・イーリーを追跡して、バージニアに入った。第十二軍団も追撃戦に参加し、ラパハノックまで前進した。ラパハノックに滞在中の1863年9月23日、 第11軍団と第12軍団はポトマック軍本体から分離され、チャタヌーガで包囲されていたウィリアム・ローズクランズを支援するように命令された。ニコ軍団の総司令官にはジョセフ・フッカー少将が任命された。テネジーに到着後、ギアリーの士団は前線に配置され、他方、ウィリアムズの士団はマーフリーズボロからブリッジポート間の鉄道沿いに留め置かれた。ギアリーは、 ジャタヌーガで包囲された軍と合流するために前進した。10月27日の夜、師団は、ルックアウト渓谷で野営したが、前進しすぎたため他の部隊からは孤立していた。深夜にジェームズ・ロングストリートの部隊の一部が攻撃をかけてきた。しかし、ギアリーは、奇襲に対する備えをしており、ロングストリートを撃退した。この際、ギアリーは、 第11軍団の一部の部隊から迅速かつ勇敢な支援を受けることができた。カンバーランド軍司令官であるジョージ・ヘンリー・トーマスは、その公式報告書に、数に勝る敵の奇襲を撃退したギアリー志ンの反撃は、この戦争において、最も際立った功績と位置づけられるだろうと、記している。翌十八日から十九日にかけてのシニアには、ワオハッチーの戦いが発生し、 翌月には、ルックアウト山の戦いに勝利した。そこでの第二師団の奮戦は、雲の上の戦いとして有名となった。ギアリーは、第四軍団のウォルター・ワイテーカーの旅団を支援した。ワイテーカーの連隊の一つである第八、ケンタッキー連隊が、最初に山頂に旗を立てた。第十二軍団第一師団起承百六十四年四月、フッカーの指揮下にあった第十一軍団と、 第12軍団は統合され、新たに第20軍団が設立された。いくつかの小さな部隊も第20軍団に加わった。陸軍省が両軍団を統合した理由は、第11軍団がゲティスバーグで大損害を受けていたことと、第12軍団が最小の軍団であったためである。ウィリアムズとギアリーは引き続き師団長の地位に止まり、兵士は 第12軍団の起床を使用した。この気象は、第20軍団の起床としても使用されることとなった。とはいえ、第12軍団のアイデンティティが失われたことに、兵士たちは落胆した。第12軍団が解消されたことに伴い、スローカムは、ビックスバーグ将軍管区の司令官となったが、アトランタ方面作戦の機関はフッカーに代わって、第20軍団長を務めた。スローカムは、 その後ジョージア軍司令官となり、ウィリアム・シャーマンの海への進軍とカロライナ方面作戦に加わった。カンバーランド軍付属。他はポトマック軍所属1864年4月18日、第12軍団は第11軍団と統合され、第20軍団が設立された。ありがとうございます。